はい、五十音順の一日最低一回はやろうと思っている五十音順の何でもかんでも歌ってみよう昨日はどこまで行ったんだか、夜明けのスキャットだよね。もうだいぶ「あ」から始まって終わりの方にして、まあ、これ何周も回る気でいるんだけど、五十音順昨日は「夜」で終わったから、今日は「やいうえよラリルレロ」の「ラ」だよね。ラでさ、まあ、すぐ思いつくのは落葉なんだけど、それはしょっちゅうもう飽きるほど拓郎やってるので、落葉はあえて避けて、シャネルズの「ランナウェイ」Run away, run away, とても好きさ。Run away, 連れて、run away, 行ってあげるよ。二人だけの遠い世界へ、お前を抱いて、run away。一人さまよい傷ついた魂のつここのメロディーわかる、魂の抜け殻に愛を灯したお前もロンリが二人激しく燃える。Run away, run away, とても好きさ。Run away, 連れて、run away, 行ってあげるよ。二人だけの遠い世界へ、お前を抱いて、run away。乾いた街は爪を研ぎ作り笑い浮かべこのメロディー覚えてない傷ついた愛も奪うロンリータンだけど話はしない。Run away, run away, とても好きさ。Run away, 連れて、run away, 行ってあげるよ。二人だけの遠い世界へ、お前を抱いて、run away。Baby, お前を抱いて run away。 うん、横山っすね。run away。 みんなあのシャネルズのメンバー分散しちゃったよねマーシーもあと病気になっちゃった人もみんなランナウェイ、あちこちにランナウェイしちゃったな。残ってるのはリーダーだけで、で次がラーリリだからね。でこれもね楽屋と同じようにリって言ったら拓郎のリンゴだろうと、そうはいかない。そんなことやってると今までの拓郎ばっかりやってる俺の繰り返しになっちゃうから、あえてリンゴは避けて、で、リってなかなかないんでさ、考えて思いついたのがこれだよ。中島みゆき、リバイバル歌詞。ひらがなでリバイバルって言うんだよね。
どういうメロディーだっけな。忘れん。忘れられない歌を突然聞く、誰も知る人のない遠い街の角で、やっと恨みも嘘も薄れた頃、忘れられない歌がもう一度流行る。愛してる愛してる、今は誰のため。愛してる愛してる、君を歌う。やっと忘れた歌がもう一度流行る。何も言葉に残る誓いはなく、何も形に残る思い出もない。酒に氷を入れて飲むのが好き、それが誰の真似かもとうに忘れた頃。愛してる愛してる、今は誰のため。愛してる愛してる、君を歌う。やっと忘れた歌がもう一度流行る。愛してる愛してる、今は誰のため。愛してる愛してる、君を歌う。やっと忘れた歌がもう一度流行る。こういうのもヒットしたんだよね。結構中島みゆきって有名な曲、これこれこれって思い出すんだけど、ちょっとそこから一個隠れた名曲っていうのが、それもあったなみたいなのがあるんだよね。で、中島みゆきと来るとその頃のまあライバル的なあのレジェンドの域に入る陰と陽みたいによく比較されてたよね。みゆきがもし陰ならば陽の方がユーミンだよね。で、リと来たからルユーミンで、ルと来ればもうおなじみのルージュの伝言だよね。
これはハーモニカはいらないで、カップをちょっと上げた方がいいかな。まず歌詞検索、ルージュの伝言歌詞。あの人の人のママに会うために今一人列車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越してあの人はもう気づく頃よ。バスルームにルージュの伝言、浮気な恋を早く諦めない限りうちには帰らない。不安な気持ちを残したまま街はどんどん遠ざかってゆくわ。あの人の明日の朝、ママから電話で叱ってもらうわ My darling。 ダンドビワラ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 。あの人は慌ててる頃よ。バスルームにルージュの伝言、手当たり次第友達に尋ねるかしら私の行く先を。不安な気持ちを残したまま街はどんどん遠ざかってゆくわ。明日の朝、ママから電話で叱ってもらうわ My darling。 叱ってもらうわ My darling。 ルージュの伝言、松任谷由実。というかこれの時には荒井由実だったか。ちょっとお茶いっぱい。次がレだよね。レで調べたけどなんかやないんだよ。なんかしょうがないから、Let it be 歌詞。これ歌詞見たってしょうがねえんだけど、全部映画だもん、英語だもん。Let it be, l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 et it be.
Let it be, 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 let it be.これをさ、この言語でピアノ弾き語りでジャンジャンジャンってね、ピアノ弾き語りでレッティッドビーを英語で歌える人はかっこいいんだよ俺もピアノ弾けたらまずこれをまずとりあえずマスターしたいんだけど、ピアノが弾けない、英語が読めないじゃ今みたいな方法でしかできない。でラリルレ、このロだよね。じゃあ何分ぐらいいったかな。16分。今のメロディーで分かった人は偉い。何をやろうとしてるかというと、Let It Be とはガラッと趣を変えてもう真逆っていうか、レの次はロ、ロで来るのはもうあれだよ、俺の中では。まあいろいろあるんだけどさ、老人と子供のポルカ歌詞、助けてズビズバーパパパヤ、やめてけれやめてけれやめてけれゲバゲバ、やめてけれやめてけれゲバゲバパパヤ、ラン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 歌いながら笑っちゃうんだよな。笑いをこらえるの大変だよ。もう一回、助けてズビズバーパパパヤ、やめてけれやめてけれやめてけれゲバゲバ、やめてけれやめてけれゲバゲバパパヤ、ラン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 ゲバゲバ、ラン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 ゲバゲバ、どうしてどうしてゲバゲバパパヤ、お神様神様助けてパパヤ、ズビズバパパパヤ、やめてけれやめてけれやめてけれ事故事故、やめてけれやめてけれ事故事故パパヤ、ラン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 ラ事故事故、ラン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 ラ事故事故、どうしてどうして、ジコジコパパヤ、お神様神様助けてパパヤ、ズビズバパパパヤ、やめてけれやめてけれやめてけれストスト、やめてけれやめてけれストストパパヤ、ラン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 ストスト、ラン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 ストスト、どうしてどうしてストストパパヤ、お神様神様助けてパパヤ、お神様神様助けてパパヤ、助けてちょっと牧前っぽく言ってみた。
あの人あの時さ、そんなに老けてないんだよな、この間調べてちょっと何歳だったか忘れちゃったけど、多分70代だったか、俺と大差ない年齢でもう超ヘボヘボヨボヨボのじいさんっぽく見えてたんだから、だから俺まさに今その牧前、あの時の牧前に近い年齢のはずなんだけど、そういうふうにね、同じ老いも個人差があるんだよね。で、老人と子供のポルカでやって、今度は和だよね。何分かな。しかし相変わらず誰もこれ見てないの。数字が11ってなってんだけど。21分、和だから、ワインレッドの心、あ、歌詞ってや、うん、これいい歌なんだけど難しいんだよな、うん、勝手に恋したり、もっとキスを楽しんだり、忘れそうな思い出をそっと抱いているより、忘れてしまえば今以上それ以上愛されるのに、あなたはその透き通った瞳のままで、あの消えそうに燃えそうな終わり、ワインレッドの心を持つあなたの願いが叶うのに、もっと何度も抱き合ったり、ずっと今夜を揺れ合ったり、悲しそうな言葉に酔って泣いているより、ワインを開けたら今以上それ以上愛されるのに、あなたはただ恥じらうより手立てがなくて、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心をまだ持て余しているのさ、この夜も。それ以上愛されるまで、あなたのその透き通った瞳の中に、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を映し出してみせてよ、揺れながら、玉城コーチの、安全地帯のワインレッドの心。
たまなんとかなっちゃ言っちゃうとバンされる。25分かギリギリだな。で、わっていうことは50音の最後まで行ったんだね。そうするともう一回第2週あになるんだけど、最初のあで始まったのに愛して愛して愛しちゃったのよやったんで、今度はじゃあ曲がいけるのかな、途中になっちゃうかもしれないけど、浅田美代子赤い風船、歌詞、歌詞って言わないといけないな、浅田美代子赤い風船歌詞、あの子はどこの子、こんな夕暮れしっかり握りしめた赤い風船よ、なぜだかこの手をすりと抜けた小さな夢がしぼむどこか遠い空、こんな時誰かがほらもうじきあの人が来てくれる、きっとまた小さな夢持って、この子はどこの子、もう日が暮れる、隣の屋根に飛んだ赤い風船よ、なぜだかこの手に涙が光る、しょんぼりよその家に明かり灯る頃、こんな時誰かがほらもうじきあの人が優しい、あの人が来てくれる、優しい歌歌ってくれる、あの人が優しい歌歌ってくれる、あれだな、拓郎から逃げてたら拓郎の元女房の曲になっちゃったっていうか、ラで落葉とかリンゴを避けて、拓郎はいつも歌ってるから避けて通ったら、その拓郎の怨念が元妻でアで出てきたな。なんかこの因果応報っつっちゃったらあれだけど、なんだこの偶然は、意図したわけじゃないの。じゃあ、今日はここまでで、See you next day. All afternoon. まあいいや。では終わります。